京阪60型電車、京阪60型電車、京阪60型電車は、1934年、昭和9年に、京阪電気鉄道が製造した電車の一、形式である。日本で初めて連接構造を採用し、また1930年代の世界的な流線型ブームに乗って、いち早く流線型車体を用いたことで、日本の鉄道史に足跡を残した電車である。 使用された列車の名前及び、車体側面に重複された、愛称名板にちなみ、琵琶湖号の名でも呼ばれる。現在の京阪京新線、石山坂本線は、前車が京新電気軌道、後車が大津電車軌道及び、琵琶湖鉄道機線が建設したものを、京阪が大正時代から昭和時代初期にかけて買収して成立したものである。 琵琶湖鉄道汽船の下で高速電気鉄道として建設された石山坂本線の三井寺坂本を除くと両線は完全な路面電車規格であり、しかも京新線については、ケアゲク山には国鉄最急勾配の新越本、薄い峠に匹敵する66.7パーミルの急勾配が存在した。加えて建築限界は明治期の開業以来変更されておらず、 消費者体断面のままであった。このように、すでに本格的な高速電気鉄道への脱皮を遂げた、京阪本線とは、全く異質な路線群であった。当時の京阪と京信の両路線は、直流 600V 電化、1435mm 標準機という、基本規格こそ共通しているものの、実際には直通運転は容易でなかった。一方、 京阪本線の五条以北は京都市が市電建設を機として特許を取得した区間を20年契約で、それも琵琶湖連絡を目的として京津電気との連絡を円滑に行うことを条件に借り受けて開業したと受け意があった。1920年代初頭に京津側から持ちかけられた合併要望の受け入れは京阪にとっても三条を 京都がターミナルとして維持し続ける重要な補強材料となるはずであった。ところが、ここに鉄道事業も経営している有力な電力会社の京都電灯が関わってきた。京都は、軌道事業だけでなく沿線での電力事業も合わせて経営しており、京都電灯は自社のサービスエリアに隣接する京都の電力事業の獲得を画策したのである。また当時、 京都伝統は、三家の永山線、現、永山電鉄について、出町流マイナス3条大橋延長線を計画しており、これと京新線の直通、ひいては京都伝統との合併を主張する一派が、京新社内にも存在した。この結果、京阪、京新両社の合併成立にあたっては、京阪と京都伝統との間で京新の争奪戦が生じたが、 最終的には、電力事業を京都電灯が、軌道事業を京阪がそれぞれ分割継承することで、決着がけられた。この後、京都電灯による倉間電鉄の創設にあたって、京阪が出資するなど、京阪と京都電灯の間には提携関係が成立し、この一件は、永山電鉄を後年になって、京阪が廃下に置くに至る原因となった。当時は、電力会社が、 戦時統制によって、ブロック化、専業化される以前であり、電鉄会社の電力事業経営、電力会社の電鉄事業経営が珍しくなかった、時代への逸話といえる。微和湖連絡、左葛間直通というキーワードは、この時の京阪の起動事業取得に際しても、大きな説得力を持った。このため、京臣との合併が成立した1925年以降、京阪 京神線の直通運転は、京阪にとっての重要な責務という意味合いを持つに至った。京阪と京都市の間の三条の五条間、借り入れ契約は1935年に執行するため、京阪はそれまでに契約を更新する必要があった。ところが、この際、京都市会の一部議員から、京阪電鉄は、京阪関連略に限りすれば必ずしも三条に、 ターミナルを置く必要性はない。五条以北は京都市電に置き換えて市内交通の一元運営を図るべきであるという趣旨で契約更新に反対する意見が主張されるように言った。このような事情もあって、京阪線の路線維持の観点からも大阪から京阪本線と京新線を直通運転する琵琶湖連絡列車の運行は急務となった。 かように複雑かつ政治的な背景の下で計画、製造されたのが、60型電車であった。1934年に、日本車両製造本店工場、名古屋市厚田で61から63の3編成が製造された。2車対3台車の固定編成で、日本で初めて連接構造を採用した、急曲線の通過と輸送力確保の両立を図った、ものである。 二車体固定編成で、番号は編成単位で与えられており、車体ごとの番号区分は特に存在しなかった。1925年2月1日の京判、軽進合併時に本車両がすでに計画されていた可能性があり、1926年5月14日に申請されている。申請当初から連接構造で高床、低床ホーム用扉が設置されていた。 車体は1927年6月30日に修正され、側面は 1D、片階 6D、両回3の割付けになった。変回費が高床ホーム用、両回費が低床ホーム用で、後者には開閉式昇降団が設置されており、車体全体は第二次大戦後に改装された後の三重型に似ていた。 本車両の当局との申請交渉は1928年にほぼ終了し、これを機に当時の車両課長であった佐藤和夫は1929年1月から1930年2月にかけて欧米に出張している。佐藤の経路はイタリア、イギリス、オランダ、フランス、ドイツ、スイス、アメリカの順で、ドイツには2ヶ月間滞在し、アメリカではニューヨーク、シカゴ、 ロサンゼルス、サンフランシスコなどを訪れている。当局からの指摘には施設改良も含まれ、その完成の見通しが経った1931年2月14日に、ようやく認可された。その後、京進船で五十型が収益した、翌年の1933年9月12日に、現在の流線系車体に変更申請で、わずか2週間後の同月27日に認可された。 日本車両製造本店は1931年に日本の機動車発達史において重要なマイルストーンになり、軽量構造大型車体を備える18メートル920人乗りの A 和鉄道4型を完成させており、本車両の車体変更に影響を及ぼした可能性が考えられる。本車両の自重が26トン強にまで削減されたことは特筆に値する。 前日の通り、日本車両製造本店による、機動車用車体の構造を取り入れた、軽量構造反構成車体を備える。車体前面は、当時欧米で流行しつつあった流線型を取り入れた、スタイルに改められたが、これは1935年春行の国鉄52、軽電車に先駆けた、日本の電車でも最初の例で、日本車両技術人による、意欲的な試みであった。 前面に緩い曲線を与えつつわずかに後傾させ、屋根布は前面窓直上まで車体全幅にわたって追加させた。ヘッドライトは通常品の上部にポール効果時の破損を防ぐガードがついたものを屋根前面中央部を切り替えて半埋め込みとする独特の形態になっており、流線型を採用した車両にありがちな実用性の欠如とは無縁の独創的かつ合理的なデザインであった。 二車体ともに、片隅式運転台を備えており、乗務員扉は設けられていない。このため、窓を配置は、いずれの車体も、運転台よりから1 D D、1、D3D、1、3D、客用扉、1、ク袋窓とされ、運転台の向きを揃えた場合の前後に車体の、車内レイアウトは同一である。車体幅が軽心線の車両限界にかかる制約から 2200mm に、 抑えられたため、座席はクロスシートの採用が断念され、奥行き 405mm の浅いロングシートで妥協されている。また、通常のホロでは、大阪山付近の急曲線区間に対応できなかったため、中間台車と回転軸を同じくする、円筒状の特殊な構造の金属製貫通路を装備しており、ここも前例のないデザインとなっている。なお、 本形式で採用された流線型の前頭形状は、その実用性の高さと形状の斬新さからメーカーで、ある日本車両製造の代表作の一つとなり、以後数年間、浜大津で、京神線と連絡する江和歌鉄道に導入された C、旧型をはじめとして、同社が各地の地方鉄道に供給した機動車に、アレンジされた形で対用された。また日車と、 同仕様で若向け軌動車を製作した川崎車両、現、川崎重工業にも影響を与え、最大時鉄道花7にその衣装が流用されるなど、このデザイン様式は、燃料統制に伴う事実上の軌動車像、禁止機までる異例が多数見られた。それゆえ、屋根布を全面で追加させるデザイン処理を用いた、このスタイルについては、基礎となった、本形式の愛称から、琵琶湖、 形という呼び方が、ベテランの鉄道墳の間で通用するほどである。非常に特徴的であった車体デザインとは、対照的に本形式の走行機器は至ってオーソドックスな設計となっており、多少のモデファインはあったものの、軽半線の在来車と同様の機器が採用されている。もっとも、軽量車体に比しても非常な重装備となり、 タイラー軸受けの台車3台を備える連接車ということで走行抵抗も大きかったため500型以降の警犯、本線主力車群に互いして本線で特急運転を行うには力不足であった。主電動機は東洋電気製造 TDK-517SA1 を両端の台車に2機ずつ吊り掛け式で走化する。波数比は66。 23イコール2.87で、ある。なお電気制動を常用していたために制動時でも、吊りかけ駆動音が発生していた。制御機は、東洋電気製造 ES-517SB 電動カム軸制御機を搭載する。これも軽半線で、初代1500型、後の500型以来標準的に採用されていた ES-517 系のバリエーションモデルである。 ただし、高速鉄道路線と急勾配の軌道線それぞれで求められる異なった走行特性の両立を目的として様々な改良が実施されており、京阪線で優等列車としての高速運転を実現するため、京阪では子会社である新京阪鉄道の P-6 型で初採用された弱め開示が追加されている。 また、軽進線内での連続急勾配における発電ブレーキ常用対策として、大容量の抵抗器が限られた偽装スペースに可能な限り搭載されている。台車は、日本車両製造製の帯コーリベット組立エイコライザー台車である D-12、両端 D-13、連接を装着する。これも設計当時の軽半線1580型。 後の初代700型で採用された日本車両製造 NS84 から3と同型の設計であるが、平用軌道で運転されることから、橋両部分に配照機の装着が必要となり、このためこの部分の構造が相違する。終電装置についても、京阪本線と京新線の架線構造の違いから2種併設で、得意な外観を呈した。京阪本線用としては、すでに道線が、 パンタグラフ化、1932年されていたため、東洋電気製の菱型パタグラフを搭載、また軌道線の京進線、石山坂本線は埋設水道管等の腐食防止を目的として、当時の軌道線にしばしば見受けられた複線式揮下線であったことから、これに対応したダブルポールを各車体の屋上運転台よりに搭載した。このため、 全面倉庫には2個のレトリーバーが装備されている。連結機は波形自動連結機が装備され、原因回送用にブレーキ用エアホースが用意されていたが、他社との並結による総括制御運転を考慮せず、ジャンパ線は設置されていない。1934年4月に予定通り60型を使用して、大阪天間橋マイナス3乗マイナス3、 上大橋から、浜、大津間で、特急、琵琶湖号の運転が開始された。途中停車駅は、三条駅及び点線や、終電装置の切り替え等の必要から停車が不可避で、ある三条大橋、京新線の二駅のみであった。事実上のノンストップ運転で、さらに後には三条大橋のみ停車に変更されている。つまり、琵琶湖号は、 純然たる大阪浜大津直結列車として運行されたのである。停車駅を最小限に止めた背景には、軽量化に努めたとはいえ、特殊装備満載で総重量の加算だ60型の場合、ノンストップ運転でなければ、速力を確保できなかったという苦しい事情があった。当初全区間所要は72分に設定されたが、 運行開始してみると高速性能の不足を露呈して、ダイヤ維持に困難をきたし、後発の京阪本線急行に追いつかれかけたという証言すらある。このため、後所要77分へとスピードダウンされた。当時利用した乗客によれば、乗り心地はあまり良くなかったという。ビワ湖号は定期列車1往復に加えて、不定期列車2往復を加えた。 最大3往復が設定された。もっとも3往復運転は60型全車の稼働が必要であり、繁忙期以外は定期検査もあるため最大に往復が限度あった。冬は太古汽船のスキー船に連絡するスキー列車として、またそれ以外のシーズンは同じく太古汽船の畜生道航路に連絡する観光列車として運転されたという。しかし、太平洋戦争海戦で、 この種の観光列車は不要不急の存在とされて廃止された。1944年には戦時体制下の資材、人員不足で故障した危機修繕に困難をきたし、61.62が超気球車する事態に追い込まれた。60型は所属車庫が京阪本線の森口車庫であったことから残された稼働編成である63が終戦頃まで主に 京阪本線天間橋森口間の区間運転を中心に運用されていた。年表。戦後になると、京阪本線では乗客増に伴って編成量数延伸が図られ、60型のサイズでは収容力不足となった。それでも、京神、石山坂本専用としては収容力が一般車より大きくなおかつスピードもでことから、 60型は1946年の63以降、1948年までに全編成が順次、京神線、篠宮車庫へ転出した。この間に、京神線の河川がシングル化され、についあった、ポールの内一体を取り外しているほか、その後は、全面中央窓上部の通風機の撤去、全面、左側窓の一段化、全面左側車掌台上に、 標識灯を追加、ヘッドライトのガードの撤去、塗色変更といった改造が施された。1949年8月7日、深夜、京神線、四宮車庫で火災が発生し、入庫車二27両中22両が全焼した。これにより、最終的に15両が修理不能として廃車解体されるという大被害が生じ、京阪本線や、 当時同一会社であった阪急系の車両が退去、転用されて、京神線の車両構成を一変させた陳事であったが、60型は幸運にも全車被災を免れている。6には団体客輸送のため、深草車庫に入庫していて、難を逃れ、忍宮車庫に入庫中だった61.63は、避難に有利な停車位置から、職員の起点と近隣住民の協力によって、 脱出に成功したた。のであった本形式はその後も京進線を中心に運用され、前期は速力を生かして、急行や京進線内の臨時特急運転に、後期は、篠宮車庫火災で、希少化した低床扉付き、しかも京進線では大型な連接車という特徴を、化して、京阪三条、篠宮、浜、大津間の確定運用に徴用され、本線所属時代には、 入線実績がほぼ皆無であった石山坂本線へも頻繁に入線するようになった。また、京阪本線への直通運転も初、初詣、初馬、あるいは、平方パークで開催される、平方大菊人形店への観覧列車などといった、臨時列車扱いで実施されていた。しかし、京神線規格の小さな車体に加え、 戦後京阪本線に導入された1700系以降の新型特急車群と比較すれば発展的ではあるが低性能の部類となった本形式は臨時ダイヤであっても京阪本線での運行が次第に困難となり直通運転は1961年昭和36年11月23日の浜大津平方公園館の菊号を最後に運用停止された その後も片町駅で搬入された80型の引き取りのため改装運用が行われた。三条駅構内の連絡線も大津線の新車搬入などに利用されたが、最終的には1969年11月に撤去されている。京新線への自動列車停止装置、ATS 導入に伴い、老朽化の進んだ60型は ATS 取り付け、対象から外れることとなり、 山上、篠宮、浜、大津間の確定運用専用車として新造された80型に代替される形で1970年までに順次廃車となった。最後まで残ったのは63で、最判年は当時の関西の鉄道各社でよく見られたエキスポ70のステッカーを扉部に重複した姿で運行され、廃車直前にはさよなら運転が実施された。 60型は、京阪本線の主力車であった線形2台に先行して登場し、その搭載機器の先行試作的な役割を果たした存在でもあった。したがって、機器類の互換性が高かったことから、伝送品及び台車は廃車に伴い、主に2台目線形を種車として、京阪本線向きに製造が進められていた700系、車体更新車2台目に転用された。 連接車ゆえに3編成で台車が9台、発生するため、電動車3両と付随車1両の計4両に更新されることになった。この時流用された DE-12 台車は、枕バネの板バネコイルバネか、オイルダンパの追加、イコライザ強化を行い、DE-13 台車はさらに連接装置を撤去して、乗り心地を改善する改造が施されている。 700系更新改造に際して余剰となった中間台車1台と最後まで残っていた63の車体は西木り車庫の片隅に長期にわたって保管されていた。700系は河川電圧1500ボルト昇圧に備え、1977年から翌1978年にかけて車体のみを流用した危機心臓で1系3代目に更新された。 この際に不要となった60型由来の機器や台車は抽出されて大切に保管されており、1980年に京阪電鉄創業70周年事業の一環として、これらを使用して63を心臓時の姿へ復元する工事が実施され、ただし、この時は 700KA の改造時にコイルバネ化されていた両端の D-12、12 NSD-12 台車の枕羽根や廃昇器周回りは復元されず、廃車時に一気余りって、車体ともども保管されていた、中間台車だけが型通りでちぐはぐであった。またポールは、シングルのまま、全面で、特徴的だった、中央窓上部の通風機は復元されず最終機の、まま、と、全般に、いささか交渉を欠いた姿での展示となった。ポールについては、 公開開始後しばらくして、京福電鉄から寄贈された、ポール2機とそのトロリーレトリーバーを用いて復元された。このため復元された63のポールは2本ずつ、異なった形状となっている。以後長らく、京阪の歴史的車両として、平方パークに生体保存されていたが、1995年から1996年にかけて実施された動園リニューアルに際し、 補修を兼ねた最終復工事が実施され、D-12 台車の枕羽根周りなど、前回手が付けられなかった部分について、形状のみながらもかなり正確な復元工事が実施された。その後、平方パークのサイドのリニューアルで保存スペースがなくなったため、現在では、ネア川車庫、茅島駅近くへ移され、屋内保存されて、 鉄道の日などのイベント時などに公開されている。年表。長年生態保存されてきた63であるが、2010年、平成22年3月25日に、京阪と沿線自治体である寝屋川市が主体となり、琵琶湖号復活プロジェクトと銘打って、同社を同体に復元することが報道及び、公式発表された。車庫内において、 自力走行を実施することを第一段階とし、最終的には、京阪本線において、イベント列車等として走行させることを目指すとさた。必要となる資金については募金で集める予定とし、発表当時、プロジェクト実施についての枠組み及び復元に際しての、課題洗い出しなどについては、2011年3月を、目途として明らかにするとしていた。その後、 2011年9月に、寝屋川市と京阪は復活プロジェクトが本格的に主導したことを発表した。それによると、走行費の概算は8000万円を見込み、寝屋川市、琵琶湖号復活基金を創設するとともにふるさと、納税等による寄付を募って、資金を集めた上、平成26年度、2014年の寝屋川車両基地内の走行を目指すとしていた。 2012年10月から2013年3月まで2200系の一編成を本形式の復活プロジェクトへの協力の一環としてギャラリートレイン、写真やイラストなどを社内に掲示として運行した。社内には他に応援ポスターとして橋爪晋也、中川麗二、中川や、向田に実る、斎藤幸乃によるメッセージも掲示されていた。 2014年9月、京阪と根ア川市は、同年11月9日に60型電車を、根ア川車庫構内で構内入れ替え車、旧京阪70型電車の牽引により走行させる、ことを発表した。走行の際には工房の客、応募者多数の場合は、抽選を乗せるとされた。京阪からのプレスリリースによるとこのイベントが、復活プロジェクトのフィナーレとされている。 修復資金の寄付は2014年7月に目標としていた2500万円に到達し、2014年9月末で受付を終了した。2014年11月9日、告知の通り、事前の応募者から抽選で選ばれた招待客を乗せ、寝屋川車庫構内を q 7 0型に牽引、推進される形で走行した。第二次世界大戦後、京阪では、 ビワ湖周辺の開発に乗り出した西部グループへの対抗、自社営業権の防衛施策として1961年に浜大津で京神線と接続するエワカ鉄道の株式を取得、1963年の淀ド橋延長線の開業を見据えて、淀ド橋から三条浜大津経由で高和和鉄道の終点、大海イマまでの約1 1 2トルを走破する直通列車の 運転計画に乗り出した。道路交通がまだ十分に発達していなかった1960年代、初頭の段階では、夏は水泳場、冬はスキー場と季節を選ばず、行楽客を期待できる、湖西地区への直通運転には、大きな需要が見込まれたのである。だが、計画当時の計班は、直流 600V 電化、期間 1435mm、 高和化鉄道は、非電化、機関線6 7 m m と規格が全く異なっていた。そのため、動力方式の相違については、高和化鉄道及び南海電鉄天下茶屋上の協力を得て、ディーゼルカーとすることとされたが、機関の相違の問題は解決が難しく、浜大津ゼ税間で実績のあった参戦機場方式を、はじめ様々な案が検討された。 最終的には、機関変換装置を、機動車に搭載、この機動車で、京阪の前線を自力走行し、浜大津の地上設備で車輪をスライドさせて、高和化鉄道線へ入る案が選択された。しかし、この案では、淀谷橋地下線内での騒音、排ガス問題や、京進線の66.7パーミル勾配区間での、 再起動で同軸数が50%以上を確保できないことなど、当時の技術では解決が困難な問題が多かった。そのため、機関化変ディーゼルカーによる高和化鉄道直通計画は早々に断念され、本形式で切り開かれた特殊車両による意識各路線間直通運転のさらなる拡大は実現を見ないままに終わった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。